人間管理研究所所長のハイドです。仕事ないよ。今日こんな格好で申し訳ない。全然動画撮る気なかったんだけど、空き時間に今動画いきなり撮ろうと思って、こんな全然ちゃんとした格好じゃないんだけど、今日は何かっていうと、ちょっと前に俺が滑り台で滑って圧迫骨折をした時の話。あその時の俺とウサの動画が残ってるんで、ちょっとそれをまとめて流そうと思って。この動画は人格乖離、解離性容器障害を分かりやすく解説する動画です。人格乖離とは、聞き慣れた言葉で言うと二重人格や多重人格のことです。この事故から3日後のウサの動画です。どうぞ。ハイトさんの雪の公園で滑り台を滑って腰を打ったっていう動画を見てくださった方もいるかと思うんですけど、あの動画を見るとあんまり大したことないように見えた人もいるかと思うんですけど、公園でハイドさんが遊んでいたのが昼間で、その日の夕方か夜か、ちょっと私時間は覚えてないんですけども、まあ私にチェンジした時にもう私はものすごい腰が痛くて、着替えることもできないし、もうくしゃみや咳もできないぐらい痛かったんですよ。でもあの日は土曜日だったんで、まあ週末って病院が空いていないので、月曜日になってからちょっと主人についてきてもらって病院に行ってきました。でレントゲン写真を撮ってもらったりとかしたんですけど、ちょっと背骨の一部が圧迫骨折っていうのを起こしていまして、滑り台で勢いよく滑ってゴーンと着地して、その時に背骨の形が圧迫されたことで変わったって言ったらいいでしょうかね。でもしばらく安静であることが必要だというふうに言われました。で今日こういうふうに飲み薬とか、それから貼り薬をこうやってもらってきたんですけれども、彼の動画で怪我をしたっていうのは実は2回目なんですよ。以前サメのジョーズのぬいぐるみ、それを殴ったり蹴ったりしてる動画があったのを覚えてらっしゃる方もいるかと思うんですけども、この動画はねもう削除してない。ぐらいってちれぐらいぐらいぐらいバカだ。その時に私の、まあ、右手のここの部分が皮がむけてしまったことが実はあったんですよ。怪我はしてないんですけど、彼がお掃除を手伝ってくれる動画の中で冷蔵庫のジュースとか入れるポケットが外れなくって、手でガンって殴って外してるシーンがあるんですよ。この動画なぜか好きだっていう人がいる。あれとかもちょっと私としてはやめてほしいっていうか、手に青技ができたらどうするのじゃないんですけど、体の使い方が乱暴なんですよね。彼は男性だからなのか、それとも性格がぶっきらぼうだからなのかはわからないんですけども、性格がぶっきらぼう、体が女だってことをあんまり考えてないんですよね。考えたくないのかもしれないんですけども、ちょっと体を傷つけることを平気でやっちゃうっていうか、やってるつもりもないのかな。つもりもない。多分それすらもあんまり考えてないのかもしれないですね。でもまあこの体は私も使ってるんで、ちょっと私としては勘弁してほしいっていうことが多々あって、今回のことも彼は面白い動画が撮れてよかったっていうか、体を痛めたことって彼はあんまり気にしてないみたいなんですけど、気にしてない、早く直したいと思います。で今の話から10日後の俺の動画ね、雪の公園での事故のことを話そうと思って。何回使うんだって話だよ。別の動画であいつは大げさに話してたけども、見ての通り俺はピンピンしてる。それよりもね、俺はね別のことがね辛かった。それを今日話そうと思って。まずね、何が辛かったかっつうと、動画を撮るために公園に行ったんだけども、子供が先に何人か遊んでたんだけど、俺がの中に入った途端、子供たちがさーってこう隅っこに移動していったんだよ。なんでこんな画像悪いんだろう。まず俺それが辛かった。
まあいきなり黒ずくめの大人がね公園に入ってきたんで、まあ、なんか子供たちもやべえ人が来たってなんか思ったんだろうね。で、まあ、まずそのさーって遠巻きにされて、でまあ俺せっかく来たから、まあ、カメラセットして撮ってたわけよ。滑れ滑ってうわーって俺言ったじゃん。そしたらその隅っこにいた子供たちがなんかやべえことが起こったって思ったんだろうね。スーッと公園から出てったスーッと悲鳴を上げたから、まあ、関わらない方がいいと思ったんだろうね。まあ大人でも普通そう思うよ。子供だったらなおさらそうだよね。もう俺が事故って悲鳴を上げた瞬間公園から人が去っていったんだよすげえ孤独だったよ。腰も痛かったけど、その状況がまず辛かった。半分こうくの字になった状態でよろよろ歩いてたわけよ。そしたらその公園の横におばさんが通ったんだけども、何この人みたいな、何怪しいことしてんのみたいな感じですんげえ冷たい目で俺のことをガン見してたんです。グワーって、俺その視線が痛かったすげえ細かく描写してんな。だから俺腰打ったことも痛かったよ。だけども周りの人の反応が何よりも俺は辛かった。 そうだね、それが辛かった。で俺実際あれ結局腰を打ってどうだったかっつう話だよね。俺はねあれね、痛かったっつうよりも腰に受けた衝撃がすごかった。着地する前に俺うわって言ったじゃん。ここでもうやばいと思った。あれも滑ってる時からやべえと思ったよ。で着地して俺すぐに座ってるっていうか上半身を上げてるんだけども、ほんと言うとあの上体を起こすこと自体もきつかったんだよね。なんで起きたかっつうと、もう理由はただ一つ、かっこ悪かった、それだけ。もし誰かが大丈夫ですかみたいな感じで人が駆けつけて救急車とか呼ばれたらもっとややこしいことになるっつうか、だって俺みたいなもんなんてさ、この世にいるのかいねえのかよくわかんねえような存在なわけじゃん。まあ、例えるなら俺って今妖精みたいなもんじゃん。妖精とにかくこれ自宅までは帰んなきゃいけないと思って、めちゃくちゃきつかったけど、とにかく持ってきていた三脚を片付けて、それもきつかった。それを持って家までよろよろ帰って、本当に。だけど俺ね、腰も痛かったけど、面白い動画が撮れたっつうのはすげえ嬉しかったんで、早くそれをアップしたかったね。ちょうど大雪でタイムリーな話題でもあったから、だから家帰って着替えもせずにすぐ編集作業やって、そのまますぐ動画をアップした。着替えだとか手当てだとかっつうのはあいつにやらせりゃいいと思って、で俺がやりたいことだけやって、で夕方以降かあいつと人格チェンジしたんだけども、あいつは泣いてたみたいだけどね、腰が痛くってまあ止まっちりだよな、あいつからすればな。まあ知らねえっていう感じなんだけど、俺としては。だって俺は雪の日の動画を撮りたかったんだもん。あんなに東京で雪がどっさり降ることなんてなかなかねえじゃん。でこのチャンスを逃すまいと思ってさ。でまあいろいろ俺のことを心配してくれた人もたくさんいたみたいで、それすげえありがたかったです。心配してくださった皆さんはね、ご迷惑をおかけしました。ありがとうございました。俺も見ての通りこうピンピンしてるんで全然元気なんで、どうぞご心配なく。でまあ俺はこんな感じだったんだよ。でさらにこの動画から5日後にウサが喋ってんだよ。今度それを流すね。皆さんこんにちは、ウサです。で私たちが腰を痛めたことでたくさんの視聴者さんが心配して、髪が長いな、すげえ、ありがとうございました。ここまでありませんでした。おかげさまでだいぶ良くなってきました。今回の事故のことで私たちなりにいろいろ発見があったんですけど、私とハイドさんと気にしてるところが全然違うんですよね、うん、それがちょっと面白いと思いました。面白いっていう表現もおかしいんですけども、あの事故で私が気にしてるのはもう本当にひたすら体のことだけなんですね。でもハイドさんは彼の動画の話聞いてると面白い動画が撮れたことを喜んでたりとか、その公園でその時にいた周りの人の視線みたいなものが彼は傷ついたとかショック受けたみたいな話をしてましたよね。その話なんですけども、確かにまあ私もハイドさんの裏側から彼がやってることを見てて、そんなことがあったっていう風
風に見てるはずなんですけども、私自身はそのこと何にも傷ついてないですし、何とも思ってないんですよ。というかもう記憶にもないというか、いや記憶にはありますよ、彼の話を聞いて、あそんなことあったなっていう風に思い出せるんですけども、私自身は気にしてないんですよ全然。でもそれは多分私の経験じゃないからなんですよ。あの雪の日の公園にいたのはハイドさんなんで、思ってることが違うんですよ彼と私と。でも私とハイドさんの人格がチェンジしたら、私の体が実際痛むので、私は腰が辛かった、ただその痛いっていう腰を体を痛めたっていうことは自分の記憶として残るというか、自分の体験になると言ったらいいのかな。私はとばっちりを食らった方なので、ひたすら体を痛めたことだけを気にしてるんですけども、彼はあの日の周りの人の視線のことをすごい気にしてるんですよ ね、まあ、ね、なんかそこが面白いっていう言い方していいのか、そういう表現をしていいのかわからないんですけど、彼と私と違うんだってすごい思いました今回のことで。私と彼は、彼も動画で何度も話してますけども、記憶を共有するんですね。だけどもその時にいた本人の方が鮮明に記憶は覚えてるし、感じてることも多いんですね。例えばあの雪の日の滑り台のことであれば、当事者はハイドさんなんですよ。私はその裏側でテレビ見てたみたいな感じでしょうかね。だから覚えてはいるけども自分のことじゃないので、自分のこととして感じられないって感じでしょうかね。もちろん私が表に出てる時はこれが逆になります。私の時はハイドさんが裏側から見てるけれども、ハイドさんがやったことではないので、覚えてるけど彼の記憶として残らないみたいな。だから今回のあの事件はいろいろ発見もあったというか、私とハイドさんの違いを再確認することにもなったなというふうに思いました。すげえなんか興奮して喋ってたねこれはね、俺ら自身も発見があったんでね。まあこいつも言ってる通り、自我返りって診断されて、自分たちを見ながらこれってどういうことだろうっていうのをすごい探ってる時期だったんだよこの時。だから今みたいに俺とウサが交代交代で動画を作ってたし、お互いに対して結構メッセージを送るとか、お互いのやってることに関しての感想みたいな動画をこの当時はよく作ってたんだよ。まあこいつの言ってることは俺にも当てはまるなって思うよ。でこの雪の日の滑り合いの動画含め、この頃の動画って残ってないのかっていうのを気にしてる人も多いと思うんだけど、当時はねハイドチャンネルの方でアップしてたんだよ。だけどハイドチャンネルは俺一人のバラエティ動画に変えたんで、途中からその時に帰りに関する動画はほとんどもう削除してしまいました。なので当時のまんま残ってるっていうのは少ないかな。滑り台の動画は帰りとは関係ないからあれは置いてあったと思うんだけど、時々ねウサさんの動画をもっと見たいとか言われるんだけど、あいつはだいぶ前に YouTube 活動やめてるんで、まあ、向こうが出てくることはほとんどないと思います。だけど Twitter まだやってるから、そっちの方を見てウサが今やってる活動とか考えてることを見てくれればいいなっていうのを思います。ちょっと俺に言われてもちょっとすごい困っちゃうんで、まあ向こうと俺が喋ってることっておそらく似たようなことを言ってると思います。俺も暇の動画で記憶が飛んだみたいな話の時にこいつと同じようなこと言ってたと思うし、雪の日に俺が滑り台で滑って圧迫骨折した当時の映像でした。これすげえ反射するね光がよくないな眼鏡。